藤本保世マリは、日本の男子バドミントン選手。港区立高中学校、埼玉県越谷南高等学校、中央大学を卒業。バドミントン元日本代表選手。現役引退後は、大和成功株式会社で、バドミントン企画開発に転職。その後は、独立し、プロバドミントントレーナーとして、現在に至る。国内大会2000年の全日本。 社会人選手権では、自身初の全国大会発の優勝を飾った。国際大会2002年には、不山広域市で開催されたアジア競技大会では、キャプテンを務め、団体では7位となっている。全日本シニア選手権大会社会人、クラブ対抗個人戦、世界シニア大会ワールドマスターズ2017年は、ワールドマスターズ、世界シニア、 全日本シニアの3大会で40歳以上、シングルスで優勝し3冠達成した。書籍2015年12月3月9練習法、バドミントン最新式、基礎ドリル2018年9月、マルチアングル戦術使いバドミントンの戦い方、DVD バドミントンレベルアップメソッド年齢、身体能力に関わらず上達するための5つの基本動作、 バドミントンダブルス上達の方程式から試合で勝つための攻めと守り抜き本藤本保まり招待選手水野お,おもてなしカップジャパン水野おもてなしカップジャパン水野おもてなしカップジャパン20192021年4月23日閲覧ありがとうございます